ねえ、ゼチ君。何？僕、ものすごい面白いアニメ見つけちゃったよ。え、何何？ドラゴンボールって知ってる？知ってるよ。めちゃくちゃ有名なアニメじゃん。しょうがないな。じゃあ教えてあげるよ。だから知ってるって。ドラゴンボールの主人公は、孫悟空っていう猿人間なんだ。猿人間って言わないで。サイヤ人ね。その仲間に、クソさん。クリリンね。ピッコロ。ピッコロでしょ？わざわざピッコロのピをピーにしないでよ。とかがいるんだけど、僕が好きなキャラクターはベジータ。ああ、ベジータかっこいいよね。結構ハゲててさ。いや、もともとああいう髪型なんだよ。あのハゲ方がかっこいいんだよね。そこなの？珍しいね。でもやっぱりハゲと言ったらクソソンだよね。だからクリリンね。クソソンはフリーザに殺されるんだよ。ああ、そうだったね。でもそれがきっかけで悟空はスーパーサル人間になれるんだ。スーパーサイヤ人でしょ。ちなみにサル人間は満月を見るとどうなるか知ってる？ああ、知ってるよ。大猿に変身するんだよ。そう、巨人化するんだ。いや、巨人っていうか大猿ね。巨人にもいろんな種類があって。え、そうだったっけ？超大型巨人とか、鎧の巨人とか、目型の巨人とかいっぱいいるんだよ。進撃の巨人の話してない？ドラゴンボールだよね。そもそもドラゴンボールというのは、ドラゴンボールっていう7つのたまたまを、たまたまって言うな、集めると願いが叶うんだ。その時願いを叶えるために現れるのが、あれ？なんだっけ？シェンロンでしょ？ドラゴンなんだけど、そうそう、名前が、シェンロン。シェンロンだよ。あ、思い出した。ベッグーザだ。それポケモン。ドラゴンタイプのポケモン。そしたら、その願い、ゲットだぜって感じで、願いが叶うんだ。世界観めちゃくちゃじゃん。じゃあ最後に、悟空の一番有名な必殺技を教えてあげるよ。ああ、あれだね。じゃあ僕も一緒に言うよ。じゃあ行くよ。せーの。かー。めー。かー。なんかちょっと違くない？マイキー、え、なんて言ってんの？せー、金返せ。いや、どういうこと？悟空誰に金貸してたんだよ。クソソンだよ。だからクリリンね。借金だらけのクソ野郎だから名前がクソソンになったらしいよ。なわけねえだろ。ああ、家帰ったらもう一回見ようっと。ちゃんと見て勉強してくれよ。ゼイチ君もよかったら見てみてね。もう見たよ。ドラゴンクエスト。ドラゴンボールだよ。もうタイトルまで間違えてんじゃん。めちゃくちゃすぎるよ。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたら